求めてないけど、もらえるんなら全部もらいます。君の登録&高評価が僕たちの糧になる。トゥルトゥ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 ルトゥ、あ、やってるやからチャンネル始まります。はい、こんにちは。はい、今回ですね、はい、これさ先に見せちゃうんですけど、 P がですね、まあ、タコパでもしようかと言ってですね、これをちょっと買ってたんですね、タッパー用に。そしたらね、ちょうど今日、まあ日曜日なんですけど、まあ、昼時でこれで、まあ、たこ焼きじゃなく焼肉でもしようかってことで急遽今買い物行ってきて戻ってきたところなんですね。これちょっと開けてみたいと思いますね。プレート丸洗いたこ焼き器、これがなんかね、たこ焼きプレートと平面プレートで2種類使えるのか、2枚入ってるのか、裏返して使うのか、はい、一応取り説、よし、はい、本体いきますよ。おいおい、おおほほほ、なかなかこんな感じで、これが鉄板ですね。ちょっと出してみましょう。これが、これが、あ、赤いピックプレートですね。ということは、もう一枚あるこっちが、まあ、平面のプレートですね。まあ、焼いたり、なんか焼きそばとかも作れるんでしょうね、きっとこれ。こんな感じになってますね。綺麗で。はい、で、本体が、なんかおしゃれな赤色で、まあ、こんな感じで、電源コードついてて、まあ、普通にこう置いて、まあ、使うだけ、まあ、分かりやすいですよね。こんな感じになってます。で、これで今から早速、焼肉、していきたいと思います。イエーイ。はい、肉の準備できました。 P がたくさんいろいろ買ってきて、なんかいろいろ用意してました。ちょっと見せますね。はい、これガーリック、味がついてるんでしょうね、多分これで。次、はい、高級ソーセージ、高級ソーセージ、シャウエッセン、はい、みんな好きですねこれ。で、最後に、なんと、おー、はい、来た。美味しそう。この辺が美味しそうですね。すごい霜が。もう豚バラとか中落ちとかですね。いいの、お昼ご飯です、これが。いつもの。おー、どうなってしまうんだ。はい。はい、こんな感じです。今、絶賛焼肉中です。わー、ピーと二人でやってみたってのは、これ豚バラですね。これ、刺し、ちょっとすぐ焼けちゃうんで、よく見とかんといけんですね。これちょっと豚バラ、いただきます。豚バラを、うまそう、うっ、でかいし、いただきます。うまい、あ、これめちゃめちゃうまい。次、これ、これ一番Pがいつも食べてるおすすめです。すぐ焼けるんです。いただきますね。わははは、溶ける。いつもこんなのいくらするんやろこれ。めっちゃうまい。これも、じゃあもう一枚いただきます。めちゃめちゃうまいで、これ。うん、マジで溶ける。
怖くて値段聞けないけど、ちょっとピーがニヤニヤ笑ってます。うまい、うまそうじゃん。はい、こんな感じでワイワイやってます。お、ソーセージはまだかな。あ、豚バラもういけそう。違う、味付けがまだ。はい、こんな感じで食べていきます。では、あ、次どうぞ。はい、皆さんこんにちは、たかちゃんです。はい、ですね、まあ、今日は何でも YouTuber が絶対通る道というものが、あるらしくて、まあ、それをね、ちょっと総一郎が教えてくれるということなんで、それをね、僕がちょっと体験したいと思います。で、まあ、何系なのかもちょっと全く聞かされてないんで、どういうのが来るかわからないんですけど、まあね、YouTuber、まあ、初めて、まあ、月日は浅いですけど、ちょっと見事ね、それをちょちょいと、はい、乗り越えていこうと思います。もうちょっとしたら来ると思います。あ、来ましたね。こんにちは、たかちゃん、元気。元気やけど、まあちょっと総一郎、今回その YouTuber が誰でも通る道ってことなんだけど、うん、それはもう本当に、あ、そういう感じで呼ばれた感じ。うん、あ、なるほどね。誰でも通る。まあ誰でも通るね。お、割ともう最近 YouTuber 始めた方々なら絶対やってる感じ。絶対。お、なるほどね。まあちょっと早速、じゃあさしても、まあさしてってか何にするか知らないんだけど、ちょっと早速やっていこうかね。うん、やっていこう。じゃあ早速やけど、ちょっと目つぶってくれる。ほう、目をつぶる系。もう自分でこうこうやっても、まあね、目つぶってるかどうかわからないから、見えんように。わかりました。じゃあちょっと見ざるじゃないですけど、見ゴリラで、見ゴリラでちょっと追って。はい、オッケー。はい、で、これでどうしたらいい。そのままっていい。ん、そのままって。このまま。はい、待ってね。何かな、何かな。何やと思う？ビリビリ系は嫌です。あ、ビリビリ系ね。うん。あ、ある、よくあるよね。うん。え、それ？いやいや、それはまだ分からんけどね。いや、それは嫌。何があるんやろうね、本当。怖いよね、正直。何も知らされてないと。しかも目塞がってる。そうそう。じゃあ早速口開けてくれる？口を開けるけど。口開けてくれる？うん、分かった。じゃあ怖い。はい、閉じて。はい、おい。うん？何これ。はい、もう目開けていいよ。あー、おー、どう？なんこれ。デッソース。デッソース。で、いいんやけどさ、飲み物用意しとこや。あったりな。飲み物。すごいリアクション。わあ、よだれいっぱい出てくる感じ。ね、飲み物ちょうだい。飲み物とかないよ。ないよ、そんな。マジか。YouTube に飲み物はないよ。ちょっと失礼。これ YouTube やろ。YouTube に飲み物はない。タカちゃんがリタイアしちゃったんで、じゃあ、まあ、こんな感じでなっちゃったんで、マジで危険です。気をつける方は気をつけて食べてください。じゃあまた。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。なんでもね、聞いた話、はい、YouTuber が通る道っちゅうのがあるらしい。ああ、避けては通れない道っちゅうの。さっき聞いたよな。はい、ちょうどなんかさっきやりよったな。やってましたね。これデッソース。目つぶってくれるかよ。こっちがやるんか。目をつぶって。はい、何があるか分からんけどな。はい、はい、うん、うん、
がないらしいけ。辛っ。たたきを取ってやったよ。カラッ、それでは痛い やからチャンネル、ご意見ご要望はコメントコーナーまでよろしくお願いします。